皆さんこんにちは。お絵かきツール講座第4回です。今回はクリッピングという機能についてやっていきます。クリッピングと聞いてピンとこない人も多いんじゃないかなと思いますが、クリッピングという機能の解説と、あとそれを使った具体的なこんなことができますよという例を解説していこうかなと思います。まずはじゃあ一旦この辺に丸を描きます。丸を描きまして、この上にレイヤーを1枚作ります。そして、こんな感じで塗るわけですね。そうするとご覧のようにピンクのレイヤーの上に水色の線が、でこれ順番逆にするともちろん下に隠れて、この上に水色があるというわけですが、ここで上のレイヤーを下のレイヤーでクリッピングするとどうなるか、こうなるんですね。わかりますでしょうか。はみ出たところはなかったことになると。はい、では立体で解説していきます。まずこの上のレイヤーと下のレイヤーに分けて、先ほど描いた赤い丸と水色の線ですね。通常の状態だとご覧のように両方見えている状態です。でここでクリッピングを適用することにより、重なった部分の外が見えなくなります。今半透明になっている部分ですね。これがクリッピングという機能の基本です。で今回はクリッピングの機能の解説なんですが、ついでにこの、透明ピクセルをロックだったり、アイビスペイントでいうところの不透明度ロックの解説もしたいと思います。これはですね、先ほどのクリッピングとは違って、似たような機能ではあるんですが、レイヤーを上に作る必要がないというのでしょうか。同じレイヤーでロックして同じような効果が得られると。これ1枚のレイヤーなので、もちろん非表示にすると全部消えちゃいます。背景を白から透明にするとちょっと分かりやすいかもしれません。こうなりますね。でロックを解除するともちろん外に出ると。でさらにここに色を変えて不透明度ロックをするとこんな感じになると。なんとなく伝わりますかね。はい、ではアイビスペイントでの解説です。基本的にはレイヤーの機能なので、ここら辺に全部入っているんですが、前回のイラストがまだ残ってますね。じゃあこの一番下のレイヤーの上に1枚レイヤーを作りましょう。でこの2のレイヤーを選択して、ここにクリッピングがありますね。このクリッピングを選択してやることで、この上にだけ線が引けるようになります。線を引いてみましょう。はい、ご覧の通り綺麗にはみ出さずに塗れますね。でこれは非表示にすればもちろん今の線は消えますし、これだけ消すということもできると。はい、じゃあついでにそのまま不透明度ロックも解説しましょう。これをロックしまして、線を引くと。でこれ線を引いてる間は見えるみたいですね。でここで指を離すとここだけ残ると。これは分かりやすくていいと思います。一つ注意することがあるとすれば、クリッピングと違ってこれはレイヤーが1枚なので、後から描いた線だけ消したりができない、その辺ですかね。でも用途的には大体一緒なんじゃないかなと思います。ここクリッピングと不透明度ロックはこのレイヤーの一番下のこの辺りにありますね。あとコメントで質問が来てたんですが、合成モードってどこにあるんですかと。
ここにあります。普通って書いてあるとこがレイヤーの合成モードですね。この辺にいろいろ入ってるので自分でポチポチ押してみると面白いと思いますよ。はい、具体例やっていきます。こんな絵があったとしましょう。線画と色塗りが終わっている状態ですね。今回は目と髪と肌の色ですね、部位ごとにレイヤーを分けております。んで髪の上にレイヤーを作って下のレイヤーでクリッピングするとですね、こうはみ出た部分は見えないので適当にこうして塗るだけでこんな感じにメッシュみたいな表現を簡単にできたりしますね。こう物の上に模様を描いたり色を追加したりするときに結構重宝する機能です、クリッピング。あとはこのペンだけじゃなくエアブラシなんか使ってみても結構いい感じの表現になりますね。で、あとさらに見かけるよく見かける表現として線画の上に一つレイヤーを作ってこれを下のレイヤーでクリッピングで、この辺の色かな。で目の端っこに赤っぽい色をのせると、なんか何とは言えないというか、なんかよくわかんないけどそういうのこういうのよく見ますよね。余計なとこ消して、おしゃれ。まあこれ透明度とかで調整するなりしてね、こうして線画の上にクリッピングレイヤーを作ることでこうして線画の色だけ変えたりとかもできて便利です。でさらにじゃまずはこの辺のレイヤーをフォルダに入れます。そうすると全部が1枚のレイヤーとして扱われるわけですね。でこれにクリッピングをすると今度はこういう状態になるわけです。でこっから今度はでは定山を使って影を塗ってみたりしてみましょう。線画だけ外に出そう。線画とここを一番上にして色塗りの上にしよう。はい、こんな感じで塗りが終わりました。もちろんね、クリッピングっていう機能を使わなくても頑張れば別に絵は描けるんですけども、これ知ってると知ってないとでは表現に差が出ますし、あとスピードが結構変わったりします。覚えといて損はないのでぜひぜひね使ってみてください。じゃあこんな感じで今回は終わろうかな。はい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 、どれどれ、お絵かきツール講座でした。またね。